錆び招けよう。おじい様のご様子はどうだ？参る。再び間に合おう。
参る。再び間に合う。誘引の力か。
ている。再び間に合うよ。再び間に合う。
参る。しのびよ、アルマニオ。
参る。再び満入を。
参る。再び間に合う。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主、私を何故と必要を発さただ。苦労す、参上いたしました。我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい、私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、淀みを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人の、人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。鉄の掟できま、巫女様、それが。そなたは私を二度か、あるよ巫女、そ英語、狼を共に行為ありがとう、狼を。牛立ちに狼、この足、ああ、その竜の、しかし、うん、狼とある、狼よ、とあるお方がお、この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉は
その方にゆかりのものだ。その亡くなら源の、そう、つまりおそらくは狼よ。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。選挙、私は選挙不死立ち。おお、あの狼。一心様はこの天守の外、ただ少し入る屋根上に夜鷹の衆、忍びが使う道だが、そなたならばた夜鷹の衆。ああ、こちら。一心様にお会いして、この天守開き窓から屋根上に出て夜鷹の呪しをたどれば行けるだろう。頼んだぞ。